源氏物語源氏物語の登場人物一条宮須どころ一条、宮須どころどころとは、源氏物語に登場する架空の人物。一条宮須どころの一条は、邸宅のあったとされる場所、宮須どころはその地位による故障である。朱作院の行為で、女二宮の母、今めかしく再起があり、ワゴンの上手とされる。 スザクインとの間に、女、二のを設けたものの、その後は、スザクインに愛されることもなく、娘の幸せだけを願って、過ごすようになる。娘が柏木と結婚するも、柏木は、女三のの代わりとして仕方なく結婚しただけで、あったので娘を愛することなく死去してしまい、さらには、その後娘のところに通うようになった夕霧までもが、 娘をもてあそんだと誤解する。かねてからの病と、その心痛から夕霧に、恨みの歌を残して死亡してしまう。一条宮瀬どころは直接には、以下の巻で登場し、本文中ではそれぞれ以下のように表記されている、須作院の衣替えであったが、須作院が出家したことにより衣替えたちは皆自邸に、帰った。その後娘の女に飲みは、 柏木と結婚することになった。しかし夫となった柏木はあくまで女、三宮を愛しており、その姉である女二宮はその代わりでしかなかったために、夫には愛されることなく、落葉に例えられる始末であった。その後柏木は、病となり、実家の左大臣邸に引き取られた。落葉の宮は、左大臣邸にいる夫と再会することを、希望したが、 カシワギの母に断られてしまい、カシワギはそのまま再会することもなく死去する。実家の一条の宮に娘落葉の宮と共に住んでいる。カシワギの死去に伴い、夕霧の弔問を受ける。夕霧にカシワギの遺品である横笛を送る。夕霧が娘の元に通うようになったことを知り、夕霧の真意を正すが、 今日はいけないという内容の夕霧の手紙を読んで、娘が夕霧に捨てられたと思い、夕霧を恨む言葉を残して死去する。ありがとうございます。